はい、皆さんこんにちは。物理学者の小林一平です。24時間で走り抜ける物理のですね、パート5の、本編パート5の歩行動画ということでですね、ちょっと今日また一つエネルギーに関する話をしたいんですけども、このパート5のテーマはですね、一定に保たれるものがあるということで、エネルギー保存則とか運動量保存則とか、そういう保存則の話をしたんですね。で、今日はその中でも、力学的エネルギー保存則の中で、ちょっと宇宙に関係するような話、これをしようかなと思います。まあ、力学的エネルギー保存則って、まあ、要は力学的エネルギーっていうのは運動エネルギーと位置エネルギーを足したもので、で、それが保存する場合があると。摩擦力とかですね、空気抵抗の力みたいな、非保存力って言われるような力ですね。そういうものがあるときには保存しないんですけども、まあ、基本的には保存則っていうのはなんかこう、内緒では触れないというか、例えばどこかからエネルギーを取ってきたとしたら、その分どっかで減ってるよっていう話で、なんかすごく僕らのですね、日常的な感覚からしても、すごく当たり前な感じがしますよね。なんか何でしょう。変な言い方ですけども、うまい話には裏があるんじゃないですけども、なんかプラスとマイナスってなんとなく僕らってこう収支の釣り合いが釣れてる、あと取れてるような気がしますけども、まあ、どうなんですかね。実際問題は本当に収支の釣り合いなんて取れてるんですかね。よくなんかね、いいことあったらこの後悪いことあるんじゃないかとか、悪いことが起きたらこの後いいことあるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、そもそもね、いいことって定義なんだとかね、悪いことの定義ってなんだとか言い始めたら全然わからないですけれどもね。まあ、考えようによっちゃ、とにかくなんか嫌なことが起きた時には絶対この次いいことあるぞなんて思った方がいいだろうし、で、まあ何か目の前にでき、で、出会ったことに対して、これはいいことだったなっていうふうに、まあ思えるようになってたら、それはまあすごく幸せだろうなとは思いますよね。まあ一番かっこいいのは何者にも動じないかもしれないですけどね。さあ、まあそんなことはともかくとしてですね、力学的エネルギーというのは、さっきもちょろっと言いましたけれども、運動エネルギーとですね、それと位置エネルギーというものを足したものだったと。で、まあ、運動エネルギーっていうのは、まあ、どちらかというと分かりやすいエネルギーで、で、質量 m の物体が速度 v で動いているときには2分の1 mv 事乗になるというものでしたね。質量 m の物体が、速度 v で持って動いているときに、まあ、そいつが持っている運動エネルギーはこの値であると。まあ、いかにも、なんていうんですかね、こういう速度で運動している物体があったら、止まっている物体に比べたら動いている物体の方がいかにもエネルギーありそうですよね。その値はこれですということで、まあこれすごい分かりやすい。顕在的なエネルギーですね。目に見えるっていう意味で、こう、顕在的なエネルギーですけども、それに対して位置エネルギーの方は、これは潜在的なエネルギーで、つまりポテンシャル。それは、パッと見たときに、こいつに本当にエネルギーがあるかどうかっていうのは、まあちょっとよく考えてみないと一瞬分からない。というか、運動させてみて初めてその様子がはっきりわかるというか、そういうようなエネルギーですね。地面に置いてあったものを高さ h まで持ち上げたときに、こいつが蓄えられたりとか、自然調のバネを引っ張ったときに、バネに蓄えられていたりとか、あとは、万有引力なんかもそうですね。質量 m の物体が、質量 m の物体と質量スモール m の物体があったら、お互いにこれは引き付け合うので、ほっといたらまあくっついちゃうわけですけども、そのくっついた状態から、えいっとこう、距離 r だけ、離してきたとすると、その分だけこの天体は、これだけの万有引力のエネルギーを、万有引力由来のエネルギーを持ちます。位置エネルギーを持ちますというわけですね。ちなみにこれは無限遠方でのエネルギーを基準点。そこを無限遠方に、つまり一番遠くまで引き離したときにエネルギーをゼロというふうに決めてあると。で、そういうふうに決めた場合には、距離が R 離れている場合に、この物体が持っている万有引力由来のポテンシャルエネルギーはこの値ですということになるんです。でですね、力学的エネルギーというのはまあこれらを足したものなので、運動エネルギーが、例えばこの物体がある運動エネルギーを持って運動していたとして、位置エネルギーがこれだとしたら、万有引力のもとで運動している物体については、これが成り立つ。これが成立する。まあ、これが力学的エネルギー保存するんですね。これ力学的エネルギー。で、これに絡めて、まあ、すでに万有力が出てきた段階で結構宇宙っぽい話が始まったんですけれども、これに絡めた問題で、一つ面白い話題としてよく、高校物理で出てくるのがですね、第一宇宙速度と第二宇宙速度って話ですね。
大中中速度っていうのは、まあ、地球みたいなものがあったときに、地球みたいなものというか、大中中速度は普通地球に対する値かもしれませんけども、地球の周りで、人工衛星とかが落ちずにくる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 こう回ってるわけですけれども、その、くる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 落ちずに回り続けるために必要な速度ですね。それが大中中速度です。まあ、くる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 こう回っていられるためには、地球からの万有引力と、それから外に吹き飛ばされそうになる遠心力。これが釣り合ってないといけないわけですけども、ちょうど遠心力と万有力が釣り合うような速度。それが、まあ、大中中速度ですね。で、それに対して、大中中速度はどういうものかっていうと、質量 M の天体がありました。で、それを、まあ、それをじゃない、そこから質量、そこから、質量 M の物体が、まあ、例えばあったとして、それをそこから、ボーンとこう外にこう発射します。バーンとこう打ち上げます。打ち上げるとか、まあ、投げるんですね。バーンと投げたときに、これがヒューッと飛んでいって、戻ってこないために必要な最低の初速度。それが大中中速度です。で、というのも、普通こうね、打ち上げると、まあ僕らそうですけれども、僕らボールをポンと上に投げると必ずヒューンヒューンとこうボールは落ちてくるわけですよね。それは地球からの万引力を受けてこう戻ってくるわけです。で、もちろんその初速をどん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 速くしていけば、どん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 遠くに飛ばすことができるので、まあなかなか落ちてこなくこうなるわけですよ。初速度をでかくすればなかなかこう戻ってこなくなるわけですね。で、それはまあ本当に僕らの手では限界がありますけれども、ものすごく早くバババババ投げていけば、すんごい遠くまで届くことができるでしょう。で、理想的にはじゃあそれを無限の遠くまで飛ばしたい。宇宙の彼方まで飛ばして、つまりこの地球からの引力を振り切って遠くまで飛ばしたいと思った時に、どのくらいの速度が必要ですか。その速度を大宇宙速度というふうに呼ぶんですね。つまり地球からの重力。まあ、万有力ですね。ほとんど万有力ですね。そいつを振り切って、R イコール無限大、つまり無限の彼方ですね。無限の彼方まで届かすのに必要なエネルギーはいくつですかという話。あ、ごめんなさい。必要な速度ですね。あと、まあ、こういう問題なんですね。で、この時に力学的エネルギー保存則を使うことができます。具体的にはどうするかというと、具体的には、地球があります。半径 R で、で地球の質量はまあ M ですね。こう地球の質量 M があって、で、ここに、天体、あ、天体でごめんなさい。ボールでも何でもいいです。こういうものがあったとして、で、これを初速 V0 で打ち出すとしましょう。大宇宙速度なんで、せっかくだから、V2 と書いてみましょうかね。初速 V2 で打ち出したとしましょう。そしたらそれがパーッとこう飛んでいって、普通だったら戻ってくるわけですが、うん、なんか絵で描くとすごく変かもしれませんが、どこかにですね、どこかというか、遥か彼方に無限の彼方があったとしましょう。無限ですよ。本当は無限なので、まあ、絵に本当は書きようないんですけれども、とりあえず、まあ、模式的にこれだけ書いたと思ってください。で、ここまで天体から離れて、ここまで質量 M のものがもし来れたとして、戻ってこないためにはどうなってないといけないかっていうと、僕らは物を上空にこう投げると、一瞬上空でピッとこう止まってヒュッと戻ってくるって知ってますよね。つまりこう投げて、とこう落ちてくるわけですけども、一番高いところに行ったその瞬間、本当にその瞬間だけですけども、その瞬間は V イコール0ですよね。だから戻ってくるときってのは V イコール0っていう状態に必ずなるんです。ということは戻ってこないためには、この無限遠に来たときに V イコール0になってなきゃいいんです。てか最悪 V イコール0でいいんです。最悪ここで V イコール0、まあ、または理想的にはね、理想的には V は0以上。だったとしたら、V が0以上だったとしたら、無限遠で0以上って一体何なんだって気もしますけどもね。無限なんだからその先ないのにな、一体これ0より大きいって、ね、速度持ってたところでこいつどうなるんだろうって気もしますけれども、それはちょっと難しい問題です。またちょっと置いときましょう。それは宇宙に果てがあるかないのかって問題とも関係してますから。で、その辺まで来ると、まあちょっと万有引力、まあでもそうかな、重力源から十分遠いから、ニュートン的な近似も、意味がある場合もあるかもしれませんけれども、まあ、ちなみに宇宙に果てがあって、境界がもし、仮にあったりとかすると、状況はだいぶややこしくなっています。その時には、まあ、宇宙の構造自体がですね、単純に、僕らが知っているようなタイプが、ニュートン力学で置き換えられるような形とはちょっと違ってくる可能性があって、
まあ、単純に言えば境界がもしあるとしたら、そこに何らかの、特徴があるはずなんですよね。例えばエネルギー的な塊だったりとかね。だからそういうものを考えたりとか、そういうものあったりとかすると、宇宙の構造っていうのは少し僕らがモデル化しているもの、ニュートニ力学でモデル化されているものとちょっと変えて、で、その宇宙本体と物体とのやりとり、力のやりとりみたいなものが出てくるので、ちょっといろいろ考えないといけなくなるとは思いますけども。まあそういうちょっとややこしい話は置いといて、今は、無限の彼方までボールが飛んでいく。で、まあこの時に、まあどういうふうになっているかっていうことを考えたとすると、大宇宙速度というのは無限の彼方まで飛んでいける最低の、最低に、必要な初速度ですから、まあ、V が0より大きくなくて、ちょうど V イコール0で、まあ、ギリギリいけてる時だとしましょう。そうすると、大事なことは、このシチュエーション全体ですね。このシチュエーション全体で、ここでは、この物体は万有引力しか受けていない。万引力のみを受けて運動しているということは、これは保存力。万引力というのは保存力と呼ばれる力ですね。万引力というのは保存力ですから、保存力しかない。つまり摩擦力みたいなものはないってことなので、力学的エネルギーを保存するはずなんですね。これちゃんと一応ね、地味に確認しておくっていうのは大事なことですね。なので、まあ、この段階での力学的エネルギーと、この段階での力学的エネルギーというのは、一定に保たれる。まあ、保存するっていうのは、つまり一定に保たれる。一定になるというか、一定に保たれる。本当は一定って言ってもね、時間的に一定なのか、空間的に一定なのかとかね、本当はその辺もあるんですけど、今ここで言ってるのは時間的に一定です。ずっと様子を見てても値が変わらないっていう感じです。ということで、この状態の力学的エネルギーと、この状態での力学的エネルギーは一定値に、同じ値になっているはずなので、じゃあ、この状態でのね、最初の始状態ですね。最初の初めの状態での、力学的エネルギーがいくつになっているかというと、物体は初速 V2 で打ち出されましたから、物体の運動エネルギー、これ、キネティックエナジーっていうのが、頭文字 K を使ってますけども、キネティックエナジーは V2 の2乗、2分の1 V2 の2乗です。値 V2 で打ち出してますから。で、この時の位置エネルギーですね。万有引力による位置エネルギーは、万有引力による位置エネルギーは、これ地球の表面とくっついてんじゃないかって思うかもしれないけれども、実際には、これも何度も動画で、別の動画で言ってるんですけども、地球の質量 M が真ん中に集まっている質点だと思って、そういう、これの、この質点から受ける万有引力の、万有引力由来の位置エネルギーが、この物体に蓄えられていると思っていいんだという話です。何が言いたいか、つまり、質量 M のものと質量スモール M のものが距離 R だけ離れている時の万引力について考えなさいよと。それ、まあそういうことが分かっているので、つまりはこうなるんです。これが一番最初に持っていた運動エネルギーと位置エネルギーですね。なので、それを合わせた力学的エネルギー、力学的エネルギーは、これの値は2分の1 MV2 次乗引く、R 分の GMM と。これ、はじめなので、言いはじめとこう書いておくことにしましょうか。大学だと、まあ、普通は、はじめって、まあ、イニシャル。イニシャル、はじめの状態というのは、イニシャルステートなので、よく EI とか書いてありますね。で、最終状態は逆にファイナルステートなので、EF とかなんかこう書いてあります。なんか、ファイナルっていうと、なんか本当に終わったみたいな、なんかね、ちょっとやばい感じがしますけれども、単純に終わりのとか最後のっていうね。で、じゃあ最終的に今度、ここ。この状態、これが最終的な状態ですけれども、今僕らが計算したいのは、ギリギリここ、無限に届くときの速度だと言いましたから、ギリギリ届くときというのは、2分の1 m かける0の2乗。速度0なんでね。あ、まあこれも本当は始め、始め、終わり、終わりって書いておいた方が多いですけれども、まあ誤解しないでしょうから、今ちょっとそういう字を省略しましょう。とりあえずこれが終状態の運動エネルギーで、で、最終的な状態の、じゃあ位置エネルギーはいくつかですけども、位置エネルギーは、ちゃんと一回真面目に書くと、まあ、こうなるはずですね。つまり、万有力の位置エネルギーというのは距離に反比例するわけですよ。で、今距離が R、無限大ですから、無限大。まあ、その場所は0なんですよね。というか、ここが0になるに決めてるので、まあ、当然ここ0なんですけれども、まあ、このあたりです。ということで、最終的な状態ですね。E 終わりはいくつかっていうと、これとこれを足したものになるんですよ。これもう0ですね。最後は力学的エネルギーが0になる。
ということは、結局、この値とこの値が一定に保たれるということで、E 始まりイコール E 終わりより、これですね。2分の1の MV2 次乗マイナスの GMM の R イコール0。これが言えるはずです。つまり言えるはずですというか、この式を満たすときですね。この関係式を満たすときの V2、この値を第二宇宙速度と呼ぶんですね。第二宇宙速度で打ち出したときに無限遠方まで飛んでいくことができる。そのためにはこの条件式を V2 が満たしてくれないといけませんよという話になります。ということで、じゃあこれ V2 分かったので、分かったので V2 が満たすべき式が求まったので、これ計算してみるとどうなるかっていうと、これじゃあ V2 具体的にいくらですかって言ったら、この式から2分の1 M の V2 次乗は G の M、M の R という式になるので、まあ、両辺からこう M をちょっとカットしてあげると、V2 はですね、まあ、2をこちら側にかけて、まあ、ちょっとここの計算はさらってみましょう。こんな形にこうなります。で、ここに、第二宇宙速度とかそういうのを入れてあげると、計算することが、ここに地球の質量であるとか、地球の質量およそ 6.0×10^24 とかですね。まあそういう値を入れてあげると。で、この地球の半径がまあおよそ 6400km ですかね。まあこういうやつを入れてあげると。で、それから、まあこれも 6.4×10 の、6乗メートルか。ってやつをまあ入れてあげる。それから、万有引力ですね。万有引力が 6.、まあ、有効数字2桁でいくんだったらまあおよそ 6.7 ですね。かける10のマイナス11乗の、まあ、これを入れてあげる。このやつを入れてあげて計算してあげると、すると V2 っていうのはおよそです。まあ、これはまあ皆さん計算機かなんかで軽く計算してもらえばいいと思いますけれども、11km/秒ということで、秒速11キロですね。秒速11キロ。速いですね。非常に速い。これだけの速さでバーンって打ち出すと、無限の彼方まで飛ばすことができるということが分かっているんですね。ということで、まあこの辺、24時間で走り抜ける物理の中でもちょっと解説はしたんですけれども、まあ具体的にその万有引力の位置エネルギーとかを使って計算するっていうのはこんなような感じになります。ということで、まあ第二宇宙速度はこれで求まったんですけれども、これもまたですね、24時間で走り抜ける物理の番外編のところでちょっと解説したんですけれども、じゃあこれですね、これ第二宇宙速度でこれでいいんだけれども、第二宇宙速度はこれでいいんですけれども、第二宇宙速度はあくまで地球から脱出できる時の速度なんですね。だから地球の引力を振り切って無限の彼方まで飛ばしたければこれになる。でも、じゃあ他の天体からの速度、他の天体からの重力を全部振り切れるのかっていうと、例えば地球の親星である太陽はもっと質量が大きいので、地球よりも大きな重力、万有引力を持ってるわけですね。なので、地球からポンと発射したかったら、もっと速い速度で打ち出さないと、地球からの引力から、地球の、あ、ごめんなさい、太陽の引力から逃げることはできません。で、じゃあ仮に太陽の引力から逃げることができたとしたら、それで無限遠方まで行けるかっていうと、やっぱりそうではなくて、というのも、太陽は銀河の一員ですね。銀河系の一員です。で、銀河系には星が2000億個くらい、太陽みたいな恒星が2000億個くらいあるわけで、それらの集合体ですから、銀河、まあ重いんですよね。その銀河全体からの重力からも逃げられない。逃げないといけないわけですけれども、そうやって考えていくと、宇宙空間にいろんな質量を持っている奴らがいるので、そいつらからですね、全部振り切って逃げていくって結構大変なことなんですよ。でもそれでも、速さをどん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 速くしていけば、いずれ逃げられるのかなってことをちょっと感じるんですけども、実は話はそんなにうまくないですよね。というのは自然界には速度の上限がある。前回では物体が運動できる、物体がある場所からある場所に動くときの、まあ、その運動の速度の上限があって、その速度の上限ってのは何かっていうと、これは真空中の光の速さなんですね。で、真空中の光の速さっていうのはおよそ、およそ秒速30万キロ。メートルと秒の単位で書けば 3.0×10 の8メートル毎秒という速さなので、これがどうしても縛りになるんです。
なので、どれだけ早く、まあ、とにかく早く早く投げていけば、いずれボールは逃げられそうな気はするんだけれども、早く逃げていくその速さにはどうしても上限があって、これ以上速い速さで物を投げるってことできないんだよね。なので、もし、この速さで逃げたとしても、逃げ切れないような天体があったとしたら、それはどういうことになるんだろう。これ光ですから、光が逃げられないっていうことで、例えばこういう天体が何かあったとして、光がこう、まあ、光ってこういう星のマークで書いていいのかどうかわかりませんが、まあまあいいですね。ちょっとしたね、まあイメージ的にこんな感じ。これはまあ光の速さビューンってものすごい速いわけですけども、その光の速さでもヒューンって戻ってきてしまうほど強い重力を発するような天体がもしあったとしたら、光が届かなければ、これ例えば僕らがここで見てたとすると、光が入ってこなければ、明るいってことわからないわけですから、ここから発射している光が目に届かなければ、この人からしたら、あれこれ暗いぞ。この天体、まあ、つまりこの光見えないぞって話になるわけですね。ある天体から例えば出てきた光が全然僕らの目に届かないとしたら、僕らはその天体がそこで光っているということはわかりません。つまり僕らが見たらそれはブラックに見えるということで、こういう天体がもしあったらそれがブラックホールになるんじゃないのっていう感じがする。で、これがね、様々なことを何回か紹介してるんですけれども、そのブラックホールっていうものがひょっとすると、そういう変な天体があったらどうしようってことを一番最初に考えられたアイデアだったんですね。まあ、今から250年くらい前の話ですけれども。でですね、じゃあそのブラックホールになるとすると、じゃあそういうことが変なことが起きるような時っていうのはいつなのかってことを考えてみましょう。そうすると、さっき大宇宙速度はですね、まあ、こういう式で与えられたわけですけれども、さっきから言ってるように、この速度には上限があって、絶対 C よりもでかくなれないんですよね。じゃあそのでかくなっちゃうようなやばいことが起きるのはいつかと。こんなことが起きちゃうのはどんな時だろうってことをちょっと考えてみることにしましょう。つまり、この式を、この不等式をもうちょっと真面目に吟味してみます。でそうすると、これは両辺まあ二乗してもまあ不等号の向きって変わらないですから、両辺二乗してみると、まあ、こんな感じになりますね。で、両辺 R 倍して、R 倍してもね、R は正の数なので、不等号の向き変わりませんから。で、同じように C の二乗で割ったとしても、不等号の向きは変わらないので、こうなりますね。こんな感じ。まあ、ちょっとこれ、R こっち側にした方がいいかな。R というやつは C 次乗分の 2GM というふうに出てきます。つまり、こういうですね、大宇宙速度として、つまりその天体から脱出する速度として必要な速度が光以上、光速以上になっちゃうのはいつですかっていうと、こういう条件を満たすときです。つまり、質量 M の天体がもしこれだけの値以下の半径。これだけ質量を持ってる、この質量を持ってる天体が、この値以下の半径までギュッと圧縮されちゃうと、この条件、この半径以下の時、この半径の時か、この半径、まあ、この半径の条件ですね。この半径の時に、この半径というか、まあこの半径のこのこれですね。この半径以下の時、光でも脱出できなくなる。ということで、もし天体がこの半径以下まで圧縮されてしまったとしたら、そのくらい小さい天体になったとしたら、光でも脱出できなくて、ブラックホールになるんじゃないのかっていうことが、まあ、簡単な見積もりからわかるんですね。で、じゃあ実際この値はいくつかっていうこと、これね、24時間で走り抜ける物理の本、番外編の本編の動画をちょっとご覧いただきたいんですけれども、例えば太陽なんかで計算してあげると。例えば太陽の質量をここに入れて計算してあげると、これ3キロになるんですね。実際は太陽の半径っていうのは70万キロあるんです。太陽の半径っていうのは70万キロあって、それを3キロまで圧縮しなさい。同じ質量のものがぐっと3キロまで圧縮しなさい。で、もし、まあそういうことを言ってるわけですね。またはこれ、地球の質量を放り込んでみると、地球の、場合はですね、これがだいたい 0.9センチ、まあ、だいたい1センチくらいですね。ってなるんですけど、それはだから、地球って実際半径6400キロあるわけですけど、それを半径1センチまで圧縮したような、めちゃくちゃ圧縮されたちっちゃい天体、ちっちゃいくせにすんごい重たい天体がもしあったとしたら、そこから脱出するための脱出速度は、光よりも速くないといけないですって言ってるわけです。そう考えると、
で、地球の質量、地球の、あ、失礼だ、地球は、角砂糖1個分くらいまで圧縮することってのは普通できないですから、そんな天体はまあなかろうと。ないということは、光でも脱出できないなんて領域は多分なさそうだなってなんとなく思うわけで。で、まあ実際ですね、まあその辺の話ってのはすぐに忘れられたわけですけれども、まああまり真面目に取り扱われなかったわけですけれども、まあ、後にそれがね、一般相対論の研究の中で、実際にそういう天体があり得るかもしれないということが分かってきて、で、分かっても、まあ数式上分かっていても、本当にそんな天体があるのかどうかっていうのはかなりみんな懐疑的だったんですけども、数式でそういう変なことが起きるかもしれないって言われてから実際に観測でひょっとしたらブラックホールみたいなのあるんじゃないって言われるまでには50年ぐらいとかかかってるんですけども、まあ現実に宇宙の中にまあそういうものがある可能性が見つかって、で、今となっては重力波による観測とかですね、イベントホライゾンテレスコープの観察なんかによって本当にあるじゃないかっていうことがもうもはや分かってる。しかもあるどころかかなりたくさんあるなっていうことまで分かってきてるわけですね。で、ちなみにですね、シュバルシルトブラックホールと呼ばれるですね、球対称で回転してないタイプの一番簡単なブラックホールの半径が本当にこの値に一致するんですけど、でもそれはですね、まあ、ちょっとある種の偶然みたいなところがあって、一般相対性理論を使って真面目に計算した結果を、まあ、それは非常に重力が強い時のシチュエーションになるので、まあ、重力、ブラックホールのように重力が強いものに関しては基本的に一般相対性理論を使って計算しないといけないんですけど、それがですね、まあちょっと次元、僕らが住んでる世界の次元の関係からですね、まあその一般相対性理論で重力が弱い極限をとっても、やっぱりこの値が出てくるんですね。まあだからニュートン力学で計算したこの辺の計算はニュートン力学しか使ってないですけど、ニュートン力学で計算した結果と、それからブラックホールがあったとして、そのブラックホールからちょっと遠く離れたような重力が弱いところで考えた時の一般相対性理論の結果っていうのはまあ一致してくるんですね。なので、まあ、たまたまですね、一般相対性理論のブラックで求めたブラックホールの半径と、それからニュートン力学だけで算出した結果っていうのはたまたまにこう一致してくるんですけれども、ただ、もちろんですね、ブラックホールの周りで本当にどんな現象が起きるかとか、そういうことをちゃんと真面目に計算しようと思ったら、どうしても、一般相対性理論までちゃんと拡張しないとダメで、強い重力のバックグラウンドでどんなことが起きるかってことを真面目にやらないといけないんですけども、ただ、いずれにせよ、まあ、ちょっとこういうことが出てくるということで、簡単なですね、大宇宙速度の計算っていうのは、ニュートン力学の範囲から計算できることではあるんですけれども、そこからだけでも、ブラックホールの話っていうところに、まあちょっとつながるようなね、面白い話が出るということで、まあそうですね、高校物理のところも最先端のうちにつながっているということで、改めて皆さんもですね、ちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。